どうしてどうして好きなんだろう、こんなに涙あふれて。キャット！何やってんだよ。大丈夫ですか？すいません、突然でびっくりしちゃって。ああそうですか、本番も同じように撮るから驚かないでくださいね。はい、じゃあもう一回行きまーす。5秒前、4、3。どうしてどうして好きになんだろう、こんなに。イントロでレーザー行くよ。はい、ターン。レーザーに当たったらどうかなると思ってんのか、あの子。もう後回しでいいから、さっき小牧さんやっちゃおう。はい、それでは正面いきます。一旦休憩していただくことになりましたので、その間にフルムーンさんを。わかりました、本人を一旦落ち着かせますので。じゃあお願いします。一旦休憩入ります。で、あいつほっといて一人で飛び出して何するって。あ、うん、いた。え、ほら、あの人。はぁ、ゆうべあの子が見てた雑誌に出てたバンドの人。明日この人と一緒にテレビに出るんだよ。あー、かっこいい。ああ、あのな、小牧を探すんじゃねえのかよ。ったく、うっさいわね。いいでしょ、少しぐらい寄り道したって。あ、それとももしかして焼きもち焼いちゃったの？はぁ、なんで俺が焼きもち焼くんだよ。もしかしてこれって久々のデート？あー、まああの子一人にしちゃって悪いけどね。あー、罪の子悪魔メロコ。死神のくせに。仕事とはいえ小牧冬子か。うん、なんだか俺緊張してきましたよ武田さん。小野くんも随分可愛いところがあるじゃないか。からかうのはやめてくださいよ。おいメロコ、今の人明星の記者じゃねえか。え、この前取材してたあの？そんなに固くならないでよ小野くん。ああ見えて結構いい人だよ小牧さんって。でもあんまりいい噂聞かないっすよ。気難しいだの、新人をいじめてるだのっていろいろと。まあそうやって誤解されるくらい厳しいのは確かだけど、それがあの人なりの愛情というか、自分の二の舞を踏ませたくないっていうのもどっかにあるんだろうし。ああ昔無理やりアイドルさせられたっていうあれっすか。ああ、彼女デビュー当時歌いたくもない歌を歌わされて、やけになって酒やタバコに手を出したりして、せっかくの声が台無しになって。だからその辺の思いみたいのがつい強い口調で出ちゃうんじゃないかな。なるほどね。だけどそんなにいい声してたんすか。うん、なんていうかこう心の中にじわーっと染み込むようなね。最近はいないな、ああいう歌手。そうですか。そっか、だからあの時あんな怒り方したんだ。案外いいやつかもな。というわけでして、急遽予定を変更して先生からの収録となりました。いや、私はダメだって言ったんですが、ディレクターがどうしてもって。わかりました。そうですか。いやー、ありがとうございます。ったく、あの新人何考えてんですかね。先生に対して失礼なことを言っておきながら、今度はスケジュールまで狂わせて、ほんと失礼なやつですよね先生。先生ってことらしいのよ。そっか、そうだったんだ。なんかますます悪いことしちゃったな小牧さんに。よし、後でちゃんと謝らなきゃ。そうだな。うん、小牧さん入ります。ん、行ってくる。
すいませんでした小牧さん。え、はいはい、そんなお芝居はいいから君はさっさと出てって。あ、いや、そのは？どういうこと？え、これってどういう？先生はこれから収録なんだから、うん、これ以上何かされて先生の歌の邪魔されたら困るんですよ。なんであいつ美月追い出すんだよ。きっと小牧に言われたのよ。ああ、やっぱり嫌なババアだったじゃない。まったくとんでもない新人ですよ。あ、そうだ、あのフルムーンとかいうやつの歌はなしにして、その分先生の新曲の宣伝に回しましょうよ。はあ、ちょっと何言ってんのよ。タクト、お知らせよ。あ、え、歌わせてもらえなくなるみたいだな。やっぱり悪人だったのよあいつ。ひどい、そんなの。ちょっとどういうことですか。うちのフルムーンの歌取りなしだなんて。だってしょうがないでしょ、先生に失礼なことばかりしてるんですから。予定まで狂わせるなんて。先生は君たちみたいに暇じゃないんですよ。おい、だからっていくらなんでもひどいじゃないですか。美月ん、あ、小牧さん、小牧さん、私歌わせてもらえないって本当ですか。何のことかしら。え、だって田所さんが。また何かしたわね。私小牧さんに失礼なことたくさんしたけど、歌わせてもらえないなんてあんまりです。初めてのテレビだし、ここで歌って早く。早く何？早く有名になって売れてチヤホヤされたいとでも？違います。じゃあ何なの？